ここで AI が最近の気になる群馬県内のニュースをお伝えします一つ目です高崎市で4月29日30日に開かれる先進7カ国 G7 デジタル技術相会合の閣僚宣言案が分かりました世界中で急速に利用が広がる ChatGPT などへの懸念を念頭に生成 AI の 潜在的な影響力のの分析や研究の加速化を提唱します。す。つ目です沖縄県宮古島付近の10人乗り陸上自衛隊ヘリコプター事故で陸自は死亡した人のうち1人の身元が坂本雄一前第8師団長と特定されたと明らかにしました坂本氏は3月まで 群馬県新東村に拠点がある第12旅団の旅団長を務めていました。三つ目です。コロナ禍で中止が続いていた群馬県太田市の夏の風物詩小島ねぷた祭りについて、市は8月14日、15日に2019年以来4年ぶりに開催することを決めました。以上、詳しくは情毛新聞をご覧ください。 AI は日々成長中ですので、いい、間違いなどはお許しください。